あのもうダメかも。水中泳いでるわけではなく実は浮いてましたみたいな。意思疎通してたもん今。見たもん俺。やっぱなんか塔の秘境ってなんか色合い変わるんだよね。お恥ずかしながら発狂してしまいまして。なんかいなかったっけ。とんでもなくでかいガムート。やっぱ開ける。ちょっと早くない。よーし、負けそろーい。ここにはこれがあるからええな。頼むで。てよ。え？なんて？なんで？え、わかんない。なんでだ。なんで乗れない。拒否してくるの。そっか、最近の怪異モンスターはそういう拒否ができるのか。なるほどな。だからマルチ前提のゲームは俺はやりたくてもやれないんだよね。あねえ、あと資産度前。え、いや待って、あれ S プラス足2人いない。ちょっとS プラス足2人いるんだけど、俺どう頑張っても S プラス足2人いるだろ。 S プラスいないって、やばいって。このクエ、いや、わからん。これ今 S プラスって言われてもわからん。 S プラス足にしか見えない。防災コーチとか戦ってきたけど別にそんな気にならなかったけど、やっぱなんか塔の秘境ってなんか色合い変わるんだよね。色合いが良くなるって言ったらいいのかな。フロンティアやってた人に見せたいね。え、 S プラス足2頭クエみたいな、やばみたいな。いやマジで錯覚するわこれは。これはもう全部左、バッティングが右ぐらい、打席に立つとき右打ちになるぐらいかな。それ以外は全部多分左だと。まあでも左利きでやっぱなんかなんだろう、今までで良かったなと思うところと、まあ最悪だったなと思うところは、良かったところはやっぱ卓球かな。特にダブルスをするときにおいてやっぱり左利きがかなり有利かなって感じた。で嫌だったところもうあれですね、習字です。俺の先生は絶対に習字は右で書かなきゃいけないっていう、そういう理念があって、うわーきつかったね。それでさ、恥ずかしながら発狂してしまいまして、もうめちゃめちゃゆっくり書くわけじゃない。で慣れない方で書くわけだから震えちゃうわけよ。綺麗に書けないわけで、頑張って書いても先生に OK もらえないわけで、みんな終わってんのにずーっと俺だけ書き続けさせられて、でね全部がなんか限界値足して発狂した。それで発狂して暴れちゃって、それから俺習字受けなくていいってなった。手間志くんは習字の間は自習してていいですよみたいななりました。でもそこ、それまでそういうことでも左利きで書かせてくれないから、よっぽどやっぱり理念があるんだろうね。左利きで書かせるぐらいだったらお前には習字をやらせないってことだ。それが俺にとって左利きで嫌だってことですね。最近モンハン始めました。これした方がいいよっていうことはありますか。あー、ソロで買った方がいいよ。俺から言えるのはこれだけかな。マルチで苦戦するのとソロで苦戦するのとは全然違うから。ソロで苦戦した時の方が勝った時の喜びってのはかなりでかいし、あと記憶に残るから。ダブルクロス、いやもう全然ね、今からとかをでもね、全く遅くないですよ。ダブルクロスは本当にお祭りみたいな作品なので、ラスボスとかいっぱい戦えるし、オーマいるし、二つないるし、キンキいっぱいいるからね。4体キンキいますから。ダラーマデュラはいつ来るんでしょうか。ダラーマデュラとかね、焦ると思うんだけどね。ナバレデス浮いたら一部超怒るぜ。間違いなく怒るぜ。水中泳いでるわけではなく実は浮いてましたみたいな。これ設定どうなってんだよって。ナバレデウスが浮くのはもう意味わかんないし、それができるんだったらね、アマツだって水中泳げるっていう理屈になっちゃいますからね。中がもうダメかも。ダメだ。もうなんだろう、このここの待機画面でチラチラ見るこの所持数と使用回数の間からこの見てくる目がマジであざ笑ってくるかのようにしか見えないんだよな。もうニヤーってしてるもんね。ほらもう怖い。もう一番ホラーまである。中野の顔を直視するのが怖いまであるわ。おい、これ金払ってるぞ。いや、お得意様だが、むしろ俺のおかげで億万長者になれる。なんだったらお前めっちゃ持ってるだろ。この半年ぐらいでお前多分10兆ぐらい稼いでそう。確かに
あでもミネ、あそういう部分で言うとハモンさん一番なんかあんまり稼げてなさそうだな。でもミネーレさんと中子に比べたら金儲けでやってるわけじゃねみたいな感じがなんか強い。中子は、マジで強欲そう。ハンターがいない時に隣の猫と喋ってそうだな。いやー稼げますねー、羨ましいにゃ。うちにもちょっと分けてくれてもいいんじゃないかに。ダメですよ、私が頑張って確率調査してるんですから。出してくれてもよくない？さすがに1時にはやめるわ。さすがに1時以上は無理。もうみんな勘違いしてそう。来るんだけどな、なんか来るんだけどな。それじゃダメなんだよ。スロット1拡張してくれ。1個でいい、拡張してくれ、頼むわ。わあ1時になっちゃった。あと10回だけ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に無理です。うわっ、見た今。やっと終わったよ、こいつ。やっと寝れるとか言ってるぜ、絶対。意思疎通してたもん、今。見たもん、俺。終わった瞬間が。終わった瞬間に。みたいな、もう顔してたもんな、みんな。きついわ。練習者さん雇わないんですか？いや、考えたよ、昔。でも、結局、台本を作ってる時点で、こういう風な角度で撮って、ここは顔ドアップしてとか、もう台本を作ってる時点で、全部可視化して脳に入ってるから、何本かね、いろんな声のトーンでセリフも撮ってますけど、最終的にやっぱり、これが一番いい、3番目に撮ったやつが一番いいとか、俺にしかわからないわけじゃない。で、全部それ説明してる時間があるんだったら自分で作った方が早くねっていう。だから結局任せられないよね。撮影だけ俺がして編集誰かにやってもらうってなったら、その分次の撮影俺入れるわけですから本数増えるんだけどね。これがただのなんか一本撮りみたいな、なんか50分ぐらい撮ってそれをちょっとカットしてってっていうあれだったらいいけど、まあ言ってしまえばまあ寸劇ですから、やっぱいろいろ角度とか声のトーンとかいろいろ大事になってくるんですよね、俺の中ではね。自分も自分の案を他人に任せてこれじゃない時になってるよね。ああってまあちょっとね、あっていう感じにはなるよね。もともとその自分の中で何もアイデアがない状態だったらまああれだけど、ある程度アイデアがある状態でこういう風にしてほしいって言った上でなんか全然違うのが出来上がったら、まあそうだね。でもこだわりは持っていきたいかなと思うわ。本当に皆さんに寸劇これからも好きになってもらうためには、俺自身のやっぱこだわりとかを入れていかないと、俺の寸劇じゃなくなっちゃう。俺がどこまで演技が上手くなるかね、上達するか分かんないですけど、それ以外の部分もあるからな。